本日は前回同様、一般傍聴の方には別室にて意見聴取会会場の映像と音声をリアルタイムで配信させていただく形を取らせていただいてございます。はい、岡本でございます。それでは進行役として以下の進行を務めさせていただきたいと思います。議題1は四国電力伊方発電所3号機に関する議論です。まず四国電力および本案員から一通り資料の説明をいただきます。はい、ちょっと、はい、意義あり。はい、なんでしょう。はい、ですね、名前を、井野です。今日の進行についてですが、前回の OI34号の終わり方についてですね、私は非常に不信感を持っております。でその点についてですね、事業においても市村さんにはメールも差し上げたんですが、それについてまず今日市村さんからきちんと釈明していただいて、どういう終わり方であったのか、私はですねそのことについて、まずはっきりさせていただかないと、困ると非常な不信感を持っているわけですね。そのことについてお聞きしたい。前回の時ですね、私はこれは議論が、まだ十分終わっていないと、質問に対しても十分お答えして、いただいてないということでですね、次回はこれは継続審議ですねという質問をいたしました。それに対して、市村さんは、それについてのお答えはなく、審査書については法案院で、見直させていただくというような趣旨のことをおっしゃいました。そこで今日で終わりであるとか打ち切りであるとかそういうことは一切おっしゃらなかったんですね。で、まあ私もそのつもりでおりましたら、もうこれは今日で打ち切りになるのだということが新聞報道で伝えられて、で安全委員会にも提出されたということになりました。それで、当然ですね、その書き直された審査書は次回の、つまり今日ですね、今日提出されて、それについて意見交換がされるというふうに理解しておりましたにもかかわらず、それ以前にも出されたということについて、非常な疑問、まあ騙されたんだという気持ちを持っております。これについてきちんとご説明ください。市村でございます。これは先ほども冒頭申し上げましたけれども、この大井を中心にこれまで8回にわたりましてですね、意見聴取会、特に前回は大変貴重なまた活発なご議論をいただきまして、さまざまな意見を我々として頂戴をしてまいりました。でこの意見聴取会というのはですね、これは我々がその仕組みを設定をして事業者が作業をしてきたものを報告いただいて、それについて我々が審査をする上でですね、先生方から、専門家の皆さんのご意見を頂戴するために開催をしている会議でございます。で我々としては先輩の会議の最後にまさに今先生がご引用されたようにですね、最終的には保安員の責任でまとめるものだということでございますので、我々としてはその8回目までの議論を踏まえて、保安員の責任で取りまとめをさせていただいたというものでございます。我々としては、保安員についてはですね、十分なご意見を賜ったということで判断をさせていただいたものでございます。よろしいですか。ですね、意見の聴取ということですが、これについてですね、私は市村さんがですね、原子力資料情報室にお見えになったときに、私もどういうふうにやるのかというお話を伺って、そのときにですね、期限を切ってやることはしないと、それから十分その意見を聞くと、審議は尽くすと、そういうことにおっしゃいました。それからさらにはこのストレステストのあり方自体についての疑問も必要ならば中で出していただくという、そういう形でですね、委員を要請されております。そういうことでですね、その十分審議を尽くすという、議論を尽くすということをおっしゃられたのでですね、
そのようにやられるというふうに思ってたわけです。で前回はですね、私がいくつか出したものがあるのですが、特にですね、その制御棒 の、 挿入性について、これはきちんとやれる評価ができているのかというようなことの質問が、きちんと回答はいただいてないと思います。それから基礎ボルトの議論も 1.3 というのを余裕を削って、評価すれば大丈夫というような議論をお答えを一応いただいたんですが、それについての議論も不十分だというふうに思いました。そういうこと、それからもう少し基本的な問題としては、一次評価と二次評価の関係、それから二次評価を、去年の12月末までに、おめどに提出するということを要請されているにもかかわらず、関西電力を含めてですね、大井原発を含めてそういうものが出されていないと、そういう段階で一次評価を提出して、それがですね、再稼働の条件をクリアするという形で提出されるのはいかがなものかということについての質問もいたしました。これについて、その一次評価を二次評価をですね、なぜ遅れているのだということの説明についてもきちんとしたご回答をいただいてなかったと思います。これらの点についてどうかお考えなんでしょうか。市村です。もう先般の議論の繰り返しになりますので、私はこれ以上申し上げたくありませんけれども、我々は期限を切って議論をしたことはございませんし、議論は十分にしていただいたと思います。我々はそのいただいた意見を踏まえて、これでその判断をしてですね、審査書を書けるという判断をしましたので書きました。それからいただいた制御棒、あるいは指示ボルト、あるいは二次評価の考え方、これもですね、我々としての考え方は十分にお示しをさせていただいたというふうに考えてございます。すいません、この議論をですね、また始めますとこれ収束しませんので、できれば審査の進め方でしっかり議論をさせていただきたいと思いますので、今日もたくさんのお資料準備をして、我々としては先生方のご意見をぜひいただきたいというものがございますので、審査の議論に入らせていただけませんでしょうか。ですね、はい、審査の進め方も本来は審査の進め方が決まってから個別議論に入るべきだと思いますが、まあ、それはともかくしてですね、審査書をとにかく安全委員会に出されてしまったということですが、それについてですね、十分その意見が我々の意見をこの議論の中を踏まえて本案員として判断されて出されたということですが、ほとんど例えば私とか後藤さんの意見は取り入れられてないというふうに思います。でそれにつきましてはですね、私たちのコメントといいますか意見を合わせて安全委員会に提出させていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。先生方からいただいた先ほど制御棒、市村でございます、制御棒であるとか指示ボルト、それから許容値の考え方であるとか二次評価の考え方、これは現時点で最大限のものをですね、評価書の中に、我々の審査書の中には書かせていただいてございます。大変恐縮ですが、じゃあ後藤委員、最後に一言お願いします。私も非常に驚いておりまして、人にですね、意見を求めておいて、それはあとまとめる役割は本委員であるということは私も分かっております。ですけれども、議論の途中だと言ってる本人がですね、私もそうですけども、その時にですね、それをもう反映したからこれで出すと、その時に少なくともこういうふうに変えた、これはこう解釈した、そういう説明もなしにですね、出すというのは私は信じられないです。しかもこれが正規の委員会です。なんでそんな時間を急ぐんですか。何のためですか。一番最初おっしゃったのと違うじゃないですか。私が最初に申し上げたのは、このストレステストの委員会というのは、福島の事故を受けて我々原子力に関わった人が総懺悔だと、ここで本当に福島の事故を繰り返さないためにどうしたらいいか、そのために安全の議論をするんだと、
いうことから出発したはずです。ストレステストは確かにある限定された、これで安全の証明ではない、無理なところですね、あの弱いところ弱点を出してそれを改善する、そこまでは私も合意してます。他の委員の方もそうですよね。ですけどそれをですね、そういう議論をしている中で問題な、例えば一例申し上げますと、こうパッと見たところですね、私が言った中で津波が来ると、津波が来たら遭上してこう行くけど、それの中には瓦礫があって、福島ではだいぶそういう事故があった、それはどう見るのかと言ったら、いやずっと遡上してくる上の方に遠くであるからとか、水深が浅いからあんまり影響ない、もうダメだったらあと柵をする、柵を、正確に言うと高正門扉を設置するとされていることを確認したと、これでもって信頼性が上がったって、こういう表現になってるんですね。これもしこれでですね実施するとしたらですね、全く何もやってないと同じですよ。柵の設計条件は何なんですか、何トンの荷重に持つんですか、水圧と違うんですよ全然。それは最初から申し上げたです。何にも評価してないじゃないですか。それで安全委員会に上げたんですか。少なくともですね、その評価を違うもので判断されたならば、先ほど井野さんがおっしゃったように付帯条件としてこういう意見もあったと、だからこれはこうしたと言ってくださいよ、じゃなきゃ言う意味がないじゃないですか。私はそういうふうに思います。いかがでしょうか。市村です。もともとこのストレステストが始まった経緯というのは、まさに先生おっしゃられた通り、その原子力に携わってきたものへの不信感で、とりわけ保安に対する不信感というものがあってですね、政府としてもそれを受け止めてこういう仕組みを作ったものでございます。それはあの毎回引用しているその3大臣の紙にですね、保安員の確認ではあの信頼が得られないというふうに明確に書かれてございまして、それをベースにスタートしているものでございます。それを我々としては受け止めてあの作業しているわけでございまして、でその中に合わせてですね、したがってその保安員の確認だけでは必ずしもその信頼が得られないということで、安全委員会にも確認をしてもらうようにという、こういうプロセスで始まっているものでございます。したがって我々はあの我々なりにそのできるところまで作業をし、しっかりしたつもりでございますけれども、それを判断して取りまとめて、でこれを今安全委員会にお諮りして、安全委員会で改めて我々の作業についての確認がいただけるということでございますので、まずはこの安全委員会が、まあ今度は我々がその審査をされる側ですけれども、どういうふうに審査をするかというのは我々としてもしっかり対応していきたいというふうに思います。まあ、あるいはその先生 の, そのご指摘はですね、明日あの安全委員会の審議が始まります。私も出席をいたしますので、この意見聴取会の模様と考え方、いろんな先生のご意見があったということはですね、必要に応じて私から申し述べさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。あのちょっとこの議論をやっていますとですね、あの議題がいかなくなりますので、申し訳ありません。あの本日、議題の3で準備されてございますので、そちらにやらさせていただくということで、ちょっとおかしいでしょ、それは。後藤先生、一言だけお願いします。ですね、あの時間のですね、まあ、関係者を呼んでいただいて、それで話し聞く時間があれだというのは分かりますよ、それは。ですけどもね、そもそもこのプラントの評価にあたってですね、一次評価、二次評価のもありますけど、それだけではなくて、大井3、4号機がですね、単独で評価なんかできるはずないと思う。なぜかっていうとですね、これから次のプラントやった時に新しい課題出たらどうするんですか。それについて大井3、4号機は評価してなかったらどうするんですか。閉じるはずないんですよ、こういう議論は。ですから、ぐるぐる回るんですよね。そうすると、つまり、一番本質的な問題は何であるかっていう議論が永久にやっていかなきゃいけないんですよ。それに対して答えを出していかないと。繰り返しますけど、さっきの、ね、津波でいけば、津波の瓦礫の話しましたけど、それに燃料が流れて火災になったのを見てるじゃないですか、あそこの気仙沼の。ああいうことが若狭湾で何か毎日起こったらどうするんでしょうっていうことを言ってるわけですよ。それに対する答えがないままにね、それはほっとくっていう態度は、福島の事故をね、そのまま再現することにつながるんですよ。私はそういうふうに思いますがね、それについてそんなことはないと、ないならないと責任を持ってはっきりおっしゃってください。これは私が責任を持ってその火災を阻止するとはっきり言ってください。市村です。まあ、先生ご指摘のように、継続的な安全の向上というのはもうぜひ重要なことで、このストレステストもですね、
おっしゃられた通り、これでオールマイティなわけではなくて、これはそのツールの一つだと思いますし、先般 の、 その会議でも議論になったその他の例えば確率論的安全評価、これがまああのいいかどうかっていうのはまた別の議論あると思いますけれども、こういう他の手法があったりとか、他の安全設計手法があったりとか、いろんなものがあって、これを組み合わせてできるだけの安全性をですね高めていくという継続的な努力をするということだと思っています。でこの一環として、この今我々が設定をしたあのストレステスト一次評価、これも二次評価がありますから、あの一次評価だけで全てということではないのは私もよく承知をしてございます。でその上で、まあ、あの我々 の、 その一次評価としてできる範囲の報告は今回させていただいたということですので、あのこれでおよそその原子力安全全てを語るとかですね、これで絶対何も起こらないということではないと思いますけれども、これはそのこの仕組みの範囲内で最大限できることを我々としてはやったと、こういう理解でございます。あの一つだけ、そのご答です、そのすいませんいいですか、枠内で今のおっしゃってるのは外のストレステスト以外のことが組み合わせると、それはその通りだと思うんですね。ですけど問題の核になっているのは、今ストレステストで評価すべき項目としてこのことは入れるべきでしょうっていう議論に対して正面から答えずに他があるからいいっていうふうに私には聞こえるんですが、津波ということに対して随伴事象としてどうお考えかっていうことに質問に対して答えてない。千村です。このストレステストのですね一次評価でどういうものまで対象にするかっていうのは、あのまあ元々のその安全委員会の要請の紙、それから三大臣の指示があり、で、我々が作った実施手法というのがございます。でこれもあの安全委員会の確認をいただいてここまで定まってございます。でそれをもとにこれまで作業してきてございますので、あのまずは我々としてはこの今この手法にのっとったものを評価をして、でこれがその確かに先生おっしゃる通りにですね、もともと設定した枠内すらもですね満たしてないんじゃないかというご議論はあるかもしれません。それはあの我々としては安全委員会にこれをご提示をしてですね、安全委員会がその一緒にその実施計画を作ったものとしてですね、どういうふうにご判断をされるかというのをぜひお伺いをしたいというふうに思っております。恐縮でございます、はい、あのこの議論をですね、あのぜひあのその議題の3で少しやらさせていただきたいと思っております。それならばね、議題3を先やってくださいよ。あの時間区切ってでもいいですから、それでその後四国電力の話を聞くという、そういうことはしていただかないと、大井3号に絡んでの問題やっぱり進め方が問題なんですから、先やってください。市村です。大井3号についてはですね、3号4号については繰り返しますけれども、その我々としてはあの十分なご意見を頂戴をして、審査書を書いたという判断をしてございますので、あのさらにご批判等々あると思いますけれども、これは我々としてはここまでがベストエフォートということで、この仕組みにのっとって安全委員会にご提出をさせていただいておりますので、あのおそらくこの後この議論を続けるとですね、前回そうであったように全体のそのいろんな議論に関連をしてくる収束をしないと思いますので、できればその岡本進行役がおっしゃられる通り、今日までそのだいぶ議題を積み残してございまして、我々行政組織としては16期の報告書が出ていればですね、少しずつでもその審査を進めていく必要がございますので、ぜひそのこれまで積み残しているものを含めて先生方にはあのご意見をいただきたいと思っておりますので、審議を進めさせていただければありがたいと考えてございます。はい、それではですね、ちょっと一言、はい、よろしいですか。あの、市村さんの、まあ、そういう趣旨に、まあ、沿うとすればですね、議題さんを今日必ずやっていただくと、でその時間をどんだけ取るかということを進行役の岡本さんがきちんと時間管理で、どこから先は議題さんに入るということをまず言っていただきたいと。それはなぜかと言いますと、
前回の質問に絡んで、その一次テスト、一次評価、二次評価のことについて、市村さんはちゃんとお答えしてないんですよ。あの三大臣よ、という話をおっしゃるけども、去年の暮れをめどに二次評価をやるということが、あの三大臣の以降、そのスケジュールなわけでしょう。それを遅れるのに対して、前回ですね、それの催促をしているのかということについても明言されませんし、今後するのかということも分かりません。ですから二次評価についてどういうふうに今後含めてストレステストの全体を考えておられるのかということをですね、その議論をですね、ぜひ今日やりたいということですので思いますので、その議題3というところでそれの時間をきちんと取っていただくということ、あの市村さんは何かこう質問しますとですね、それに対してその答えをされないんですね。別のことをお答えになって、例えば前回その二次テストのことはその事業者にちゃんとあの聞いて、今後そのいつというスケジュールを出す予定なんですかって言ってもお答え ないしですね。それから今の私の質問、その私たちのコメントをつけたいということについても お答えがないと、まあきっとそれはダメだとおっしゃってるんだと思うんですが、そういうふうにはあのおっしゃらないので、まあダメならダメとおっしゃっていただきたい方がはっきりします。内村です。二次評価についてはあのしっかりご議論させていただきたいと思います。まあ、できるだけ私としては答えていたつもりですけれども、あの改めて答えたいと思いますし、あの今回2月20日の会で状況はご説明しますというふうに申し上げておりますので、後ほどその議題3の時にしっかりご説明をさせていただきたいと思います。はい、すでにちょっと30分経過してございまして、可能な限りあの長く取りたいと思っておりますけれども、先に進めさせていただきたいと思います。まずどれぐらいお取りいただけるんですか。それはあの状況によって判断しますが、もうすでに30分過ぎておるというところもあります。